今週のおまけ、何連発かいきます。本田英五郎さん、男性70代、大阪府の方ですけれども、民主党選挙が行った20ミリシーベルトの非難、1ミリシーベルトの除染問題、これは問題じゃないでしょうかという話なんですね。問題です。その通りなんです。これはですね、私のビデオレターでも取り上げておりますので、ぜひ過去のビデオレター見ていただきたいと思います。それから吉さん、男性40代、愛知県の方ですけれども、タックスヘブン、このパナマ文書、これは大問題だと思いますが、どうですか。もちろん大問題ですよ。これ徹底的に調べるべきですね。どういう企業、また政治家も含めいるんなら、これは大変な問題になると思いますので、徹底的に調べるべきだと思っています。マイケルさん、この方はですね、高校まで完全無償化すべきではありませんかということなんですね。おっしゃる通りですね。私は高校とか大学とか含めですね、これはヨーロッパ諸国では結構ですね、奨学金も返さなくていい奨学金、そしてかなり安い金額、無償化しているところもありますね。私は財政出動賛成派なんですけれども、それは単にインフラ整備だけじゃなくてですね、こういう人材整備にもですね、お金を使うべきだと思います。でそれが新しい雇用を生み出したりですね、新しい技術を生み出すことにもなりましたから、ぜひやるべきだと思っています。シェーファン・フントさん、男性20代、茨城県、ドナルド・トランプ氏が大統領候補として、有力視されていると。でこのアメリカン・コンシャスイコールモンロー主義で、こういう政治思想が見受けられますが、このおかげで日本は、真の意味でアメリカの独立が果たせるんじゃないでしょうかというご意見ですが、その通りですね。トランプさんが大統領になるとですね、いろんな問題が出てきますけれども、なれるとも思いませんけれども、そういうアメリカ人が結構いるんだということですよね。ですから我々は自分で自分の国を守ると、この当たり前の原点に戻ることが必要だと思います。電気屋さん、電気屋さん男性50代、福岡県、総理は再び機動的な財政出動発言をしたようです。けれども機動的ピンポイントよりも民間議員の組織と同じように長期計画的な財政出動組織を立ち上げるべきだと思いませんかということですが、その通りですね。要するにピンポイントで持ち上げなきゃならないことあるんですけれども、今必要なのはですね、デフレ脱却させるためにはもう一挙にですね、脱出速度、つまりこの引力圏から脱出するのには速度がいるようにですね、デフレ引力圏から出るためにも大規模な財政出動が、速やかに出さなきゃならないと思っています。輝さん男性20代、埼玉県、戦後レジムから脱却を訴えていますが、大麻取締法も GHQ の置き土産、その通りなんですね。実は日本でもともと大麻吸ったりすることはしませんでしたけれども、そもそもですね、大麻自体、この麻ですね、要するに我々が着る麻なんかはですね、1年で、たくさんのですね、この繊維取れますから、非常にこういう着物にしてもですね、庶民の着物として、非常に重宝されていたんですけれども、大麻取締法のおかげでですね、ナイロンとか、化学、繊維の時代になってしまったと言われています。ですから大麻の健康被害というのもですね、本当はタバコに比べると随分、少ないということも言われたりもしておりますから、もう一度大麻を吸うのがいいかどうかということを以前にですね、この素材としてのですね、大麻をしっかりですね、我々が使いやすい仕組みにするべきだと思っています。以上、おまけ何連発かやりました。よろしく。はい。